はい、こんにちは、安藤です。今回は信用の増やし方について話をします。この動画はこんな方におすすめです。理想と今のギャップに悩んでいる方だったり、また信用を増やしたいけれどもうまくいっていない方、こういう方におすすめの動画になります。またこの動画を見たらどうなるのか、自信を持てるあなたになったり、また自分の強みが何かわかるあなたになります。では行きましょう。ということで、今回の動画もいつも通り、まずはこんな質問から考えてみてください。ではまず頭の中で信用の高い人を思い出してください。で、頭にその人が思い浮かんだら、その人はどんな人でしょうか？それを考えてみてください。じゃあ僕はどんな信用の高い人を頭に思い浮かべたのかというと、例えばこういう人が頭に思い浮かびました。超仕事ができて見捨てない上司。これは僕が会社員の時代の時に実際にいた方なんですけど、この人はすごい仕事が遅い人がいても絶対に見捨てないで何とか助けてくれる上司。ものすごく信頼が高い方でした。またこういう社長さんも頭に思い浮かびます。なんか社員の方が言ったら絶対に時間を作ってくれて相談に乗る社長さんがいます。この人っていうものはすごいもう社員さんの方から慕われていて、社員さんの生産意欲も高いんですね。ですから僕が信用が高い人は誰って言われると、こういう人が思い浮かびます。で、こうやって信用の高い人っていうものを思い浮かべてみると、ちょっと僕自身悩みが増えた時期があったんです。例えばこういう悩みでした。信用の高い人とかすごい人っていうのはたくさんいるんですけれど、もうどうやって信用を増やしていいのかが全く分かんなかったんです。自分なりにどんどん行動しているんですけれども、でもどんどん悩みっていうのが深くなってくるんです。なんでかっていうと、理想と今の現実のギャップがあるから、できない自分っていうのがどんどん自分の中で見えてきて、そしてそれでものすごく悩んでた時期がありました。もし僕と同じような悩みがあるのでしたら、今回の動画はすごい参考になると思います。ですから、どうやってあなた自身の信用を増やすか、どうやって自分の自信をつけるかっていう悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画を参考にしてほしいと思います。では行きましょう。ではまずですね、信用の高い人はどんな風にして信用が高まっていったのかっていうものを見てみましょう。例えば先ほどあなたが思い浮かべた信用が高い人っていうものを思い浮かべてください。で、先ほどの例えば僕の例でしたら、すごい仕事が早くて仲間を見捨てないという方でした。で、この人はなんで信用が高まったのかというと、周りの人がこの人の行動を見ていたからですよね。この人はいつも早く終わらせて、いつも誰かを助けてるな、人間性や人格も素晴らしいとか、すごい高い技術を持ってるな、能力が高いよなとか、こういうふうに人っていうものは信用のある人の行動とか考え方、人間性や能力の高さを見て信用をするっていうことになります。ですから信用っていうものは、こうやって信用の高い人の人格や能力を見て他の人、他人が信用するという流れになります。ということは、信用っていうものは他人が勝手にあなたのことを信用するかどうかを決めるっていうことがわかりますよね。もしあなたが信用を増やしたいと思っていても、それは他人が勝手に信用するかどうかを決めることなので、あなたが決めることができないってことなんです。ですからここが分かっていないと、こういう失敗をすることになります。例えばテレビドラマとかでは、こういうことを言うキャラって結構いますよね。俺のことを何とか信用してくれ、俺のことを信用したら何とか成功するかだった。こうやって自分のことを信用してくださいっていう人がいると思うんですけれど、でもそうやってもなかなか信用って得づらいですよね。なんでかっていうと、信用っていうものは求めることじゃなくて、勝手に人が決めてすることなんです。ですから、いくらあなたが信用が欲しいとしても、あなた自身から信用をこうやって求めてしまっても、信用は得れないということをぜひここで頭に入れてほしいと思います。で、こういうふうなテレビドラマみたいな間違いをしてしまうと、もうどん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 自分の自信がなくなっていきます。なんで俺はこうやって信用してって言ってるのに、他の人ってのは俺のことを信用してくれないんだ。ああ、俺って信用されていないんだなとか、こういうふうにどんどん落ち込んでしまいます。大切なのは、他人から信用を求めても信用が増えないっていうことをぜひ頭に入れてほしいと思います。じゃあ他人から信用を求めてはならないっていうと、こういうことを疑問に思いませんか？信用のある人っていうものは他人から信用を求めていないんですよね。
っていうことは、他人から信用を求めていないってことは、自分に自信があるからそういうふうに言えるんですよね。じゃあなんでそんなに自信があるのかなっていうことなんです。やっぱり自分に自信がないと、もう他人から信用を求めないんだよとか、まあそういうふうな決断ってできないじゃないですか。ですから、なんでその人っていうのはそんなに自信があるのかっていうのを考える必要があります。そして、ここが、まあ、今日の動画で一番大切なポイントになります。信用を増やすため、上げるためには、なんでその人にそんなに自信があるのかっていうのが一番大切なポイントなんです。では、なんででしょうか？それは、これをしているからなんです。その自信がある人っていうものは、今の現状のあなたにどんな信用があるのかを考えているんです。今自分自身にどんな信用があるのかっていうのをしっかり理解しているからこそ自信があるんです。なんでかっていうと、自信っていうものは自分を信用することなんです。ですから自分のいい点っていうものをしっかり理解しているから、その人っていうものは自信を持っていることになります。もしあなたが自分自身のことを信用していなかったら、他人の人もあなたのことを信用することってのは絶対に難しいですよね。ですから他人があなたのことを信用する前に、まずは今この動画を見ているあなたがどんな信用があるのかを理解する必要があるんです。自信とは自分自身を信用することなので、あなた自身にどんな信用があるのかを調べる必要があります。で、今のあなた自身にどんな信用があるのかっていうのを調べると本当にハッピーになります。僕のお客様でも、まあ、これを調べたことでハッピーになる方っていうのが多いので、まあ、今回はちょっと紹介したいと思います。で、まずはこの方は、まあ、20代の T 夫婦という方です。で、まあ、この方は、まあ、僕に相談来た時は、まあ、お互いに自信がなくて2人でよく落ち込んでいましたっていうことを言っていました。で、その方たちに今どんな信用があるのかを調べてもらったところ、この人たちはこうなったんですね。まあ、もっともっと二人は仲良くなりました。そして今の僕らに自信ができたからこそ、将来もっと幸せになるためのなりたい夫婦像がはっきりしました。まあ、こういう声をいただいたんですね。そして、まあ、こういうことも言ってくれました。で、自分自身に今どんな信用があるのかが分かれば、もっと将来楽しくなるから、これを仕事でも活かしていきます。まあ、こういう声をいただきました。まあ、めっちゃ嬉しかったですね。で、また、こういう方もいました。まあ、この方は30代男性の愛さんという方でした。で、この方はまあ僕に相談に来た当初は、何が強みか分からない。自分をよく責めている。自分責めをしちゃっているっていう方でした。じゃあこの愛さんに今どんな信用があるのかを一緒にまあコンサルで調べたところ、まあこの方はこうなったんですね。自分の強み、信用が分かってやりたい仕事がはっきりしました。そしてやりたい仕事がはっきりしたからこそ、まあ会社でこういうことを学んでこういう風になりたいっていうのがより明確になりました。まあこういう声をいただきました。まあこの方も今バリバリ元気に働くようになったので本当に良かったと思います。まあ僕もこういう風にまあお客様が変わってくれて、まあ、めっちゃハッピーでした。ですから今のあなたにまあどんな信用があるのかを知るっていうことはとても大切になります。ということで、まあ、今回は信用や自信を増やすために大切なコツについて話をしてきました。そして初めに話した大切なことはこれでしたね。あなたのことを信用するかどうかは他人が勝手に決めるということでした。ですから他人から信用を求めないことが大切という話をしました。そして他人から信用を求めないことっていうのを分かっても、それは自分に自信がなければそういうことってできないっていう話をしましたね。他人から信用を求めない自分を作るためには、あなた自身、自分自身に自信を持つことが必要だということを話しました。じゃあどうやって自分に自信をつけていくのかというと、大切なのはこれでしたね。今のあなた自身がどんな信用を持っているのかを調べることでした。今この動画を見ている、今この瞬間のあなたがどんな信用を持っているのかをちゃんと分かれば自信を持てるということが分かりました。で、こうやって今のあなたに自信を持てたら、やっとテンションの上がる理想の自分像っていうものを探してみてください。ですから今のあなたに自信を持ってから、そしてその次に理想の自分像を定めるっていうことがとても大切になります。ぜひこの動画を参考にしてあなた自身の信用を増やしていってほしいと思います。